タッカブ。はいどうも、たっぷりカブタムシのお時間です。今回はクワガタにエナジードリンクを与えると戦闘能力にどのような影響が出るのか検証していこうと思います。はい、ということでこの企画はリクエストをいただいた企画で、最初見たときなかなか衝撃的で、クワガタにエナジードリンクはさすがにまずいんじゃないかと思い、いろいろ調べた結果ですね、エナジードリンクには大量のカフェインが含まれており、そのカフェインを甲虫に与えるとどうなるかを岡山大学が2020年にコクヌストモドキという甲虫を使用した研究が行われていました。この研究は簡単に説明すると、甲虫にカフェインを与えると精力剤になるという内容で、実際にカフェインを与えた個体と、与えなかった個体だと、カフェインを与えた個体の方が求愛行動が活発になり、交尾期も早く突出させるようになったという実験結果が出ています。そしてカフェインの摂取による卵受精力に影響することはなかったそうです。つまりカフェインを与えても精力剤や興奮剤といった程度で、機能障害や精子に関わることはないということになります。なのでカフェインが興奮剤になるなら戦闘能力という部分に関係あるのではないかということで、今回実験していこうと思います。今回使用するエナジードリンクは今画面にも映ってると思うんですけど、こちらのレッドブルで実験していこうと思います。モンスターっていう選択肢もあったんですけど、今回はカフェインの含有量が多いレッドブルで実験していきます。今回はレッドブルをゼリー状にしましたので、これを使ってオオクワガタに食べてもらいましょう。ちなみにこのオオクワガタのレッドブル摂取前のデータはこんな感じになってます。ではこれが、どう変化していくのか、見ていきましょう。はい、あれからですね1週間レッドブルを与え続けました。状態としては普通の昆虫ゼリーを食べている時と、特に変化はなく、元気で 18g のレッドブルゼリーを、2日で完食するくらいのペースでした。はい、そして肝心のステータスがこうなりました。全体的に下がりました。これは単純に栄養が市販の昆虫ゼリーの方が高いからだと思いますが、約1週間でこのくらいの差が出ていて、体重はそこまで変化していませんが、学力と視力が約 10% くらい低下してしまいました。そしてここからは明確な数値があるわけではないのですが、メンタルが強くなったような気がします。その理由として、この実験をする前とした後で同じ条件下でヒラタクワガタと戦わせているのですが、実験前は戦いはしたけど途中で繊維喪失して逃走していますが、実験後は最後まで戦い見事平田に勝利しています。また格上のグランディスオオクワガタとも戦わせてみても、そのメンタルの強さは目を見張るものがあるくらい変化しています。持ち上げられても逃走心を維持して最後まで戦い抜いてくれました。負けたけど。以上のことから、レッドブルのようなカフェインの含有量が多いエナジードリンクを摂取させると筋肉密度は低下するけど興奮状態になっている可能性が高いと思います。なので一概に強くなった弱くなったと、言いにくい結果となりましたが、実際に戦わせてみて勝てなかった相手に勝てるようになったので、総合的には強くなっていると思います。やった。ただ今回の実験は1週間という期間でやっていますが、おそらく 2,3 日とか短い期間でも興奮状態にはなると思うので、レッドブルを与える期間をもっと短くする方が筋肉も衰えず興奮状態にもなり、より強い状態になると思います。また今回の実験はクワガタの健康面を考えると決して良くはないと思いますので、
過度にカフェインを摂取させるのはやめた方がいいと思います。やるとしてもクワガタ相撲の大会の前に少し興奮剤として使用する程度がいいと思います。もともとメンタルが強い個体だと逆効果になってしまう場合も考えられますので、そこは個体によって見定める必要があると思います。はい、ということで今回はクワガタにレッドブルを与えるとどうなるのかを実験していきました。このカフェインを与えるというのはブリードをする際にも効果があるかもしれないので、ペアリングがうまくいかないときには有効かもしれません。今後もクワガタ関連の動画を上げていきますので、興味のある方はチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。